アメリカからトイックの結果やりたいと思います。はい、第336回ですかね。では行きましょうか。第336回の結果はアビリティーズメジャードっていうのがねあるんで、そちら果たして正答率です。お待たせしました、もっちチャンネル。さあ今回はですね、アメリカからトイックの結果やりたいと思います。はい、第336回ですかね。はい、やっていきたいと思います。まあね、もう、まあ、アメリカ来てしばらく経ちまして、まあトイックに出てくる表現はめっちゃ見ますね。まあ、特にやっぱ外出てっていろんな看板とか説明書きとか見てるときに、ああはい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 みたいなね。でホテルでもさ、カンファレンスルームがあるわけじゃないですか、その会議室とかね。そこにこういろんなのがねこう出てるんですけど、会議の予定とかね、そういうの見て、ああトイックっぽいとかね、ああトイック SW っぽいとかね、はい、で CM とかテレビで見てても、ああはいはいはいこういう表現ねみたいなのが出てきますし、もういっぱいある。もう看板本当注意書きとかもすごい held responsible とかね、はい、出てましたし、 be held responsible for ってやつね、はい、トイックも出題されましたけど、それもこのね、ホテルの地下の駐車場のところに貼ってありますし、はい、まあ、いろんなところで見てて、あ、やっぱ本当に使われるものっていうのがやっぱトイックって出てくるんだなっていうのが分かりますね。あれもあったよ、ペイン、あの窓のやつね、それも今日見たし、あトイックで出るやつだって思いました。はい、パーキングに関してもいろいろ出すと思いますよ、後々。あ、ぜひ今までのやつね、はい、見てください。もうね、はい、昨日のとか全然再生されないから、もう多分あのシリーズおしまいです、これで。あ、もう飽きられたと、はい、旅行シリーズおしまいですでは行きましょうか。行きます、336回。これでね、この相変わらず分かりにくいが出ました。結果、第336回の結果はこれ、はい、990です。やりました、やりました。100何回、もう9回くらいでしたっけ、はい、の満点になります。そしてアビメですよ、はい、アビリティーズメジャードっていうのがねあるんで、そちら果たして正答率です。どれだけ正答率か、まずじゃあリスニング見てみたいと思います。リスニングはこちら、はい、100、はい、全問正解ですね。はい、やりました、リスニング全問正解。おー、62、64、80、70、51が平均になったんですね。なるほど、まあ、関係なしに全問正解しました。そして、あ、そう、トイックっていうのは全問正解しなくても満点出ますからね。続いてリーディング、うわっ、はぁー、きた、100、全問正解です。はい、やりました、オール100の満点です。久しぶりだな、今年出してたっけ、2023年。まあ年に 1、2回ぐらいしか出ないですからね。うわー、出た、簡単って言ってたか難しいって言ってたかも覚えてないけど出ました。やったよ、やったよ、やりました、おめでとうございます、おめでとうございます、おかしいか自分に、ありがとうございます。はい、ということで、まあこれきっともうスーパーチャット、スーパーサンクスといっぱい来てるんじゃないかな分からんか。いや、僕もだって今もうさ、スパイファミリー見たくてさ、やってんだけどさ、アマゾンでさやるとアマゾンプライムだけじゃ見れないからさ、このこっちだとね、この D アニメに登録しろだとか、アニメなんとかに登録しろみたいな、全部やるんだけど全部結局見れないです、こっちは。全てアメリカの IP アドレスでは見れないんだよね、スパイファミリー。超ショックなんだけど、もうどうやったらアメリカで見れるのって感じでございました。多分アメリカの中に登録しないと見れないんだなと思いますが、まあよかったです、はい、無事、嬉しい、やりました。はい、ぜひとも頑張りますので、これからもね、これからもとか、もう次の、あ、そうです、日本でね、週末トイックですから、僕そのために帰りますから、アメリカからね、そのためだけに帰るんですよ。はい、もう土曜日に帰って、時差がすごいからね、時差ボケ丸出して受けると思いますけど、トイック17時間とかあるんでしょ、時差だって。はい、そのまま朝受ける、まあ、前回その時差をさ、ニューヨークから帰ってきた時は時差考慮して午後受験にしたら、逆にもう朝5時とかに目が覚めてたから、午前受験の方が良かったじゃんってことで、今回午前受験できますので、ぜひともお楽しみ、お楽しみっていうのもあるけど、はい、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、トイック受けた方
お疲れ様でした。そして土曜日じゃねえ、日曜受ける方は頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。 いろんな動画出てますので、はい、ぜひ音声のやつ聞いてください。そしたらもういかにトイックの英語っていうのが遅くて聞きやすいものかがよくわかると思います。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ公式 LINE に登録してお家に帰るまでが遠足ですよ。こちら森鉄英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら TOEIC800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには僕や森鉄先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。